シンフォワードとは、アメリカ合衆国生産、日本調教の競争馬守護馬主な勝ち倉に2010年のマイルチャンピオンシップ、半球杯。馬名は、冠名攻める。2007年10月8日、京都競馬場での2歳新馬戦でデビューし、一着。 続く500万下戦も勝手に連勝とし、朝日杯フューチュリティステークスに駒を進めるも、ゴスホーク県の9着に終わる。3歳を迎え、初戦のアーリントンカップ、2戦目のニュージーランドトロフィー、共に2着に入るが、NHK マイルカップと東京優秀は10着、15着に終わって、下半期も、 阪神カップで11着、4歳初戦の京都金杯も12着と4戦続けて2桁着順を記録し、オープン特別もジャニュアリーステークス、スバルステークスと勝てず、スバルステークス後に休養に入ってその間に、順、オープンクラスに高級する。秋に復帰して、初めの2戦を3着、5着とした後12月の6校、アイランドステークスで2年ぶりの勝利を挙げ、 次戦の2009ファイナルステークスも直線抜け出して、連勝をした。5歳となった2010年、初戦のニューイヤーステークスで2着、東京新聞杯で3着となった後の半球杯では、高位の競馬から抜け出し、重賞を初めて制した。続く2戦、高松宮記念は3着、京王杯スプリングカップでも4着に入るが、安田記念は、 昭和モダンの10着に終わり、秋初戦のスワンステークスでも8着と振るわなかった。11月のマイルチャンピオンシップでは、直線でバグンを割って出て抜け出し、追い迫るダノン妖ヨ妖ヨを首差しりぞけて1分31秒8のレコードタイムで G1 競争を制覇した。12月には、香港マイルに遠征して、ビューティーフラッシュの4着となった。 2011年の6歳以上は7戦して3着以内は一度もなく、12月の兵庫ゴールドトロフィー4着が最後の競馬となって12月30日付で競争馬登録を抹消した。以下の内容は、ヤビスサーチ、netkeiba.com、香港裁判会に基づく。引退後の2012年から、レックススタッドで、 つなぎようされ、2018年より、アメリカニューヨーク州のロックリッジスタッドで、種ボバ生活を送ることになった。ありがとうございます。